次に畑山和也君。委員長。畑山君。日本共産党の畑山和也です。公共交通の重要性に関わって、本委員会でも何度も取り上げられてきています JR 北海道の安全対策や現状について質問を行います。まず昨年末ですが、12月27日に JR 北海道函館線の嵐山トンネル内で出火がありました。私は旭川にあるこのトンネル現場に行って、外側から視察もさせてもらいましたけれども、トンネル上部が黒く焦げていまして、非常に大きな出火であることを実感しました。その原因と今後の対策については有識者を交えた委員会で検討中とのことです。たびたび JR 北海道については、このような事故あるいは出火などで心配な事案が発生してきて、道民の不安がかき立てられているというのはご承知の通りだと思います。でそこでこの火災についてまず1点だけ確認をします。避難訓練についてです。これらの安全対策についてはもちろん多額の費用がかかりますし、時間がかかるものですが、その間の対策の一つとしては、十分な防災訓練であったり避難訓練は当然必要なことと思います。そこで伺います。 JR 北海道の営業範囲内でのトンネル数、またそのうち電化区間のトンネル数はいくつあるかと、今回出火の起きたこの嵐山トンネルで避難訓練は行われていたかなど、これらトンネルの避難訓練の有無について国として承知をしているかどうかを伺います。藤田鉄道局長。お答えいたします。JR 北海道のトンネルの数でございますけれども182箇所でございます。そのうち電化区間のトンネルの数43箇所でございます。それから訓練の状況でございますけれども、嵐山トンネルと同様の電化区間のトンネルでの避難訓練の回数、平成23年度から27年度の5年間で12回実施していると承知しております。畑山君。もう一度確認しますが、その12回のうちにこの嵐山トンネルで避難訓練が行われたのは確認できていますか。藤田鉄道局長。お答えいたします。手元のリストによりますと、嵐山トンネルはこの5年間の訓練対象には入ってはおらないというふうに承知しております。田山君。つまり避難訓練がされていないというわけであります。今ありましたように電化だけでも43でそのうち12ですから、この嵐山トンネル以外でも何かの事態の際の避難訓練は行われていないというわけです。国としてですね、こういう事態に問題意識を持たなければいけないと私は思います。2011年5月に JR 北海道は石勝線でトンネル火災を起こして39人の方が病院に搬送されました。当時こういった安全対策の不備や、さまざまな指令のやり取りなどなどでさまざまな問題が発覚する中で死者がなかったのは奇跡だったというふうに思います。私もその後現場や車両を見させていただきましたが、車内の椅子だとか全部溶け落ちて、よくこれで大きな被害が出なかったと思ったほど、ゾッとするような内容でありました。その後 JR 北海道としてはさまざまな対策マニュアルなども講じたところです。でそれで今回の嵐山トンネルの火災というのは、午前4時ぐらいで乗客が乗っていなかった時間帯でしたが、それでよしとするわけにはもちろんいきません。そこでこれは大臣に伺いたいんですが、監督責任を持つ国として、安全対策、とりわけ今私が述べました避難訓練の実施をきちんと国としても確認し、必要なことがあれば指導もしていくことを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。石井大臣。鉄道の安全を確保する上で、トンネル内での火災への対策が重要でありまして、その一環として、異常時を想定したトンネル内における避難訓練についても適切に実施される必要があると認識をしております。
鉄道事業者ではこれまでの火災事故等を受けまして適宜異常時対応のマニュアルを見直すとともにそのマニュアルに基づいて定期的に避難訓練を行っております。国土交通省におきましてはこの避難訓練が適切に行われているかどうか保安監査で確認をしております。今後とも鉄道事業者において避難訓練が確実に実施されるよう必要な指導をしてまいります。畑山和也君。そうであるならば先ほどあったように47電化トンネル区間のトンネルがある中で12しか避難訓練が行われていないという事態については是正が必要ではないかと改めて私は強調したいというふうに思います。鉄道事業者として乗客の命を預かっているわけですからその責任を自覚すべきことを JR に対してもこの場からも表明を私からしておきたいというふうに思います。そこで問題については構造的に捉えなければいけないと思います。この問題もついて JR 北海道から私も聞き取りなどを行いましたがもちろん安全対策は最優先だとしつつも必ず最後に落ち着く話というのはそうは言ってもお金がないんですということの繰り返しでありました。それは今年3月のダイヤ改正にも現れて JR 北海道では駅の廃止が8つ減便が普通列車で79特急列車では車内販売も自動販売機さえもなくしたものもあります。高波や台風によって線路が被害を受けた日高本線が間もなく1年半になりますがこれもまた復旧される見通しがありません。それでお手元に資料が配布されていると思いますがこの日高本線というのはここにありますように苫小牧から様にまででありまして現在の普通区間は向川駅から様似駅の約116キロになります。今は代行バスが運行していますが、途中にあります静内駅で乗り換えをしなければなりません。116キロというのは東京駅を起点に東海道新幹線で考えると熱海までがだいたい100キロなんですね。それをはるかに超えるわけですから、そこをバスで連日行くということの大変さは想像できるかと思います。でそこでまず確認をします。このように100キロ超となるような長距離を走る代行バスというのが全国にあるんでしょうか。合わせてこのような状況は国としてやむなしと考えているのか認識を伺います。藤田鉄道局長。日高線につきましては昨年1月の高波による被害のために向川様似間で鉄道運休しておりまして昨年1月から代行バスが運行されております。代行バスの運行距離ご指摘にございましたように鉄道の営業距離で申しますと全体で116キロ、運行系統としては向川静内間の 51.6 キロと静内様似間の 64.4 キロに分かれてこういう状況でございます。で他に100キロを超える代行バスがあるかというお尋ねでございますけれども現在運行されているもので一番長い災害等による代行バスこれは常磐線の立田原の町間の46キロというふうに承知をしております。この日高線における代行バスの運行でございますけれども鉄道が運休している状況の中で地域の交通手段の確保のために必要な措置であるというふうに認識をしております。JR 北海道におきましてはバスの運転時刻を高校の登下校の時刻に合わせたり長時間を短縮するために運行経路を見直すなどできる限り利用者の利便を確保するように努めているというふうに承知をしております。畑山君。100キロ超の代行バスというのはしたがって日本にはないわけです。でそこでですね今さまざまな時間のやりくりだとか JR 北海道で努力をされているという旨の、認識の答弁ありましたが私はですね、これ実態をやっぱりよく見る必要があると思うんですよ。時間がかかるのは先ほどこの距離もそうですが北海道ですから冬道、悪天候そして、代行バス大型ですのでね駅前などもこう代行ですから通っていくんだけれども国道からその駅前に行くときに細い道なんかを通るわけだからくね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 して時間も余計にかかると。例えば向川から、静内まで静内に高校もありますが農業高校もあるんですね。でここで向川から朝通うようにすると今までだと1時間10分ほどで行ったものがバスだと1時間48分かかって 1.5 倍ぐらいかかっているんです。また途中駅にある新カップ町には高校がありません。部活、塾、学校の講習などなどがこれらのバスの運行時間に拘束をされるわけです。そして、ここ線路と並行して走っている国道がずっと長い一車線区間もありましてね
まあ、いろんなものを運ぶ工事車両であったり、まあ、観光シーズンもたくさん車が通るんですけれども、そうなると、まあ、ゆっくり走っていけばなかなか前に進めないということもある。深刻だなと思ったのは車椅子の方のお話でした。この代行バスへ乗るのに1ヶ月前から予約が必要と言われているそうです。なぜか、それはバスの乗り降りに JR が介護事業者などへの介助を頼むためだそうです。しかしその方が通う病院というのは、まあ、バスに乗っていくわけですけれども、専門医が常駐していないために1ヶ月前でも予定が立たない、予約ができないわけですよ。でそれで、まあ、なんとかかんとか、じゃあ13時ぐらいのバスに乗せてくださいというふうに言ったら、いやその時間事業者確保できないので11時にお願いできないかとか、まあ、そんなやり取りがされているというのが現実です。もう一つ言えば、まあ、運賃や切符っていうのはその乗り降りした駅に行って払うんですね。バスでお金扱わないんですよ。だからちょっとバス停が駅から離れたら駅までどこどこ行って、そこで切符やお金払わなきゃいけない。で観光客なんかはこういう仕組みわからないからどうしたらいいかという状況にもちろんなるわけです。まあ、いろいろたくさん言いましたけれども、一体これで公共交通としての機能を果たしていると言えるのかどうかということを問いたいんですね。そこで確認することがあります。交通政策基本法の第2節には国の施策が書かれています。第16条と第17条を読み上げてください。藤田鉄道局長。交通政策基本法第16条を読み上げさせていただきます。国は国民が日常生活及び社会生活を営むにあたって必要不可欠な通勤通学通院その他の人または物の移動を円滑に行うことができるようにするため、離島にかかる交通事情その他地域における自然的経済的社会的諸条件に配慮しつつ交通手段の確保その他必要な施策を講ずるものとする。17条読み上げさせていただきます。国は高齢者、障害者、妊産婦その他のもので日常生活または社会生活に身体の機能上の制限を受ける者および乳幼児を同伴する者が日常生活および社会生活を営むにあたり円滑に移動することができるようにするため、自動車、鉄道車両、船舶および航空機、旅客施設、道路並びに駐車場にかかる構造および設備の改善の推進その他必要な施策を講ずるものとする。以上でございます。委員長。畑山君。そこで大臣に伺います。今読み上げられました交通政策基本法では16条で日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保を国の施策として書かれています。また高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策を講ずることが第17条に書かれています。しかし先ほど紹介した実態はこの法の中身と乖離しているのではないでしょうか。この辺はまず大臣の認識として伺いたい。石井大臣。日高線は昨年1月の低気圧による高波によりまして線路脇の盛り土の土砂が流出する被害が発生したため向川様に間で鉄道が運休をしております。また昨年の9月には重ねて台風の影響により護岸等が倒壊し路盤が流出する被害も発生しております。こうした状況を踏まえ鉄道の復旧方針について昨年6月より北海道庁、JR 北海道、国土交通省の3社からなる検討会議を開催をして、検討を行っているところであります。また住民生活に必要な交通手段を当面確保する観点から JR 北海道が代行バスの運行を行っております。こうした状況は交通政策基本法の考え方に沿ったものであると考えております。畑山君。今基本法に沿ったものだという答弁でしたが、でも私は先ほど言った車椅子の方がバスに乗るのに1ヶ月前から予約が必要だけどもそれは現状として噛み合ってないことを紹介したんですよ。第16条も第17条も主語は国になっていて国が責任を負うべき内容を定めていると思うんですよ。少なくともいつまでもこの代行バス運転に頼るのでなくって国が責任を持ってまず日高本線の復旧をやりますということを言うべきではないでしょうか。石井大臣。
日高線の復旧方針につきましては先ほどご紹介いたしました通り昨年6月から北海道庁、JR 北海道および国土交通省の3社からなる JR 日高線検討会議を開催して検討を行っているところであります。また復旧には多額の費用がかかることを踏まえまして復旧後に JR 北海道と地域が一体となって日高線を持続的に維持していくための方策につきましても JR 北海道と沿線自治体との間で協議が行われているところであります。国土交通省といたしましてはこうした協議の場を通じてそれぞれの関係者が何ができるか議論を深め関係者間の調整が促進されるように努めてまいりたいと考えております。委員長、畑山君。事務方も含めてそういうお話何度も聞いてきたんですよね。国は調整に努めるというような話も昨年来から聞いてきました。しかし間もなくもう1年半になるというのに復旧の方針さえまとまらないのはさまざまな要因がありますけど JR 北海道にとっても経営状況が冒頭述べたように見通せないことがある中で交通政策基本法の趣旨にのっとり国が踏み出さないとなかなか解決に向かわないんじゃないかという点を強く要求をしておきたいと思います。でそこで最後に問いたいのが、なぜここまで JR 北海道の問題が矛盾の深まりを見せているかということについてです。でそれは結論から言えば、我が党は繰り返し言ってきましたが国鉄の分割民営化によるものだという点を改めて強調したいと思います。今年で国鉄の分割民営化から29年が経ちます。東日本、東海、西日本は鉄道事業でも順調ではありますが、九州はちょっとこの間上場しましたけれども北海道や四国などは、当初から赤字路線が多く経営困難が分かっていたことに、国としても三党特例なども行い、当時挙げた国会で付帯決議もついたわけですけれどもさまざまな、国としてやるべきことが盛り込まれてたんですよね。でもう一度読み直して付帯決議の2に次のように書いてありました。各旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の輸送の安全の確保及び災害の防止のための施設の整備維持水害雪害等による災害復旧に必要な資金の確保について特別の配慮を行うことと付帯決議で付されています。さまざまな北海道や四国九州の状況を特に今熊本の様子などを見たら当然こういう付帯決議が付されるのは私は当然だというふうに思います。今の日高本線の現状もこういうことを鑑みて行うべきではないのでしょうか。もちろん、当時から、30年近く経って JR 北海道自身の経営がどうであったかということも問わなければなりません。しかし赤字路線を抱える、このような北海道などで困難が見通せていたと思われるに対して今 JR 自身の責任などとともに国の責任も改めて今問わなくてはいけないのではないかと私は思います。今、代行バスでなかなか JR 乗れなくて苦労している日高沿線住民の皆さんの前でいやいや国の責任など当時からありませんということは言えるんでしょうか。今こそ私は分割民営化においての国の責任について考え直す時だと思いますが大臣の認識を伺います。石井大臣。国鉄の分割民営化は公社制度の下で全国一元的な運営が行われてきた国鉄の経営形態を改め健全な事業体としての経営基盤を確立した上で国鉄の事業を再生するために行われたものであります。JR 北海道におきましては会社発足以来こうした趣旨を踏まえて事業を経営運営を行ってきましたけれども国鉄改革から約30年が計画する中で地域における人口減少や道路整備の進展などさまざまな事情の変化がございました。 JR 北海道においてはこうした国鉄改革以降の事情の変化を踏まえながら引き続き国鉄改革の趣旨を踏まえた経営に努めてもらいたいと考えております。国としてもそのために必要な支援を行ってまいります。畑山君。情勢の変化があったということだけでとどめてはいけないと私は思うんですよ。
実はさまざまなそういう現場に行ったときに一枚の資料をいただきました。これ手元にあるんですけれども、1986年5月22日付の朝日新聞で、当時政権党だった自民党、もちろん今も政権党ですけれども、が新聞広告を出されていました。こう書いてます。62年4月を目指して新しい鉄道を皆さんと一緒に考える自民党、民営分割ご期待ください。全国各一からローカル優先のサービスに徹します。ローカル線もなくなりません。民営分割ご安心くださいとあります。全然違うじゃないかと、何の努力がされているのかと地元の方から話がありました。私これを紹介した理由というのは、大事にこうやって持っていて地域住民の方が地域の足を守ってほしいと、そういう気持ちが分かりますかということを訴えたいがために今日こちらに持ってきたんです。だって地方自治体の首長さんもそうですし、地元の住民も今受け身ではなく知恵を絞って、先ほどから大臣も述べられているように協議会で話し合いをしてきているんですよ。地元自治体の協議会では利用促進策も提案しているのは国としても承知しているではありませんか。だから JR や国が答える番ではないのか。新幹線の延伸は進めながらなんで在来線支援の旗を振らないのかと私は思います。経営面でも安全面でも公共交通の維持という面でも JR 北海道の矛盾が噴出しているのは根本的に国鉄改革、分割民営化に端を発するものだと思います。そこで、明日から再国有化しろとかいう話ではありません。少なくとも検証が必要な時期を迎えているのではないかと、そういう対策を取る気はないか、最後に大臣に伺います。石井大臣。国鉄の分割民営化によりまして、効率的で責任のある経営が実施できる体制が整えた結果、全体として鉄道サービスの信頼性や快適性が格段に向上いたしました。また経営面でも JR 本州3社はすでに完全民営化され、 JR 九州も完全民営化に向けて昨年 JR 会社法が改正されるなど順調に推移している面もあると考えております。一方 JR 北海道、 JR 四国および JR 貨物の3社については各社それぞれ状況は異なりますが、まだ経営自立が可能になるような段階には至っておりません。このため国としてはこれら3社に対しまして自主的な経営安定基金の積み増しや設備投資に対する助成や無利子貸付などの支援を行っているところであります。このような措置を通じて経営自立に向けて着実に取り組みを指導してまいりたいと考えております。畑山君。今お話しされ最後に話された内容というのはこれまでもやってきて、しかし、JR 北海道の経営状況も聞きましたけれども、また2年後3年後ぐらいに運用益なども下がって、ますます大変になるんじゃないかと。それがこの間の3月のダイヤ改正で減便であったり駅の廃止に直結しているというのは道民誰もが感じているものですよ。民営化すればバラ色になるかのように、言われてきた中身は、しかし今 JR 北海道の現状を見れば胸を張って本当に言えるのかと、私は違うということを強調したいと思います。沿線住民からは JR を守りもしないで何が地方創生かという声を聞きました。当然の思いだと思います。国として復旧や安全対策へ緊急策を取るとともに、根本的にはこの分割民営化についての検討をするよう求めて、私の質問を終わります。